文京区立茂行小学校は東京都文京区西辺に位置する公立小学校。2010年度で開校135周年を迎えた。1875年、文京区内では3番目の小学校として、ビンゴ福山藩丸山中屋敷に設立された。当時の学校名称は第1大学区第4中学区第13番公立小学、茂行学校であった。 これは、儒教の書、中央の、誠社典の道や、茂行社人の道なりという一節から名付けられたもので、現在も、茂行人道を構図としており、これは、本校の石とも言える福山藩校の茂行館と共通であり、またこの名前は、茂行館解説者で、当時の福山藩主で、幕府老中筆頭であった、安倍正宏と信仰の深かった水戸藩主。 徳川成明の命名による、本校には戦前より、都下の有力者の指定が学区を超えて集まり、その多くが一校定大コースを歩んだ。学区の西方に今日構えることそのものが日本を代表する最高のエスタブリッシュメントであったことから、選抜試験を施さない公立小学校でありながら、都内有数の名門小学校として知られ、定大教授の指定や、 貴族院議員の経緯、死者区の末裔まで、およそ日本の上流階級が好んで集った。現在でも、番長賞や麹町賞、西南省や白金賞などとともに、名門公立小学校として知られ、その内番長、麹町とともに小学校、子三夜とくくられたこともある。以前の皇帝は、アスファルト舗装であったが、現在では、人工芝になっている。 プールの真上に体育館があり、校舎は第一校舎から第三校舎まである。敷地の西側には裏庭があり、植物の学習などに利用されている。2010年12月までは円形トラックの中に3本の木がそびえていたが、過去に校庭を人工芝居回収した際に園児の根を傷つけてしまい、いつ倒れるかわからない状態であったため、 児童のいない冬休み中に切除した。その後は、胃腸2本の実がそびえている。文京区立の小学校の中では最も児童数が多い。学区域外からの越境通学者が多くいる。現在では、英語教育にも力を入れ、1年生から英語の授業がある。学力向上フロンティアスクールに指定されている。ありがとうございます。